はい、どうもパニクールです。今回はですね、目の前にシリンダーがいっぱい並んでいますが、どういうことかと言いますと、以前にね、動画でお伝えしたことがあったと思うんですけど、NSR の F3 用の21のですね、RK のシリンダーを、まあ、加工しますっていうことをちょっと紹介したことがあったと思うんですけども、まあ、それの、まあ、続きと言いますか、結果と言いますか、まあ、忙しかったんでなかなかね、できなかったんですけど、まあ、最近やっとちょっと頑張ってやってみまして、一応まあ細かい仕上げはねちょっと残ってるんですけども、まあ大体の加工っていうのは終わりまして、やっとできました。ただし、まだ1本目です。これから2本目に行かなければいけません。で、まあ1本目だけなんですけど、一応形になったんで、まあその勢いでちょっと動画にしてみようかなと思いまして、今回撮っております。で、ですね、これが、加工した方のシリンダーになるんですけども、まあ、何をしたかというと、まあ、全体的に口頭をきれいに、まあ、形を整えたりとか、まあ、触ってるんですけど、まあ具体的に寸法がどうなってるとか、何をどうしたっていう細かいことはちょっと、まあ、言うつもりはないんですけども、こんな風になりましたよっていう紹介でさせてもらおうと思います。で、まあポートの中でね、全然触ってないのは基本的にない感じかなと思います。で、あとまあそうですね、ちょっとまあうまく映せるのかどうか分かりませんけど、ちょっとポート内をですね、まあ映してみて紹介はしていこうかなと思っております。で、あとね、一緒に映ってるシリンダーがね、これがね RS120 のシリンダーですね。で、これがね、RS250 の、最終型の、ね、NXA ってやつなんですけど、一応横にね NXA って刻印があるのかいいかなのやつですね。で、これが NSR のノーマルシリンダーですね。一応これもね、順番に、全部中身映していってみようかなと思います。まあちょっとどこがどう違うのかとかはね、ちょっと見ていただいた方で頑張ってこう観察して確認してもらえたらなと思います。で、まあまずどれからいこうかな。じゃあ NSR のノーマルから行ってみますかね。それとも RS の方がいいかな。なんとなくじゃあ RS125 のシリンダーから行ってみようかな。これもね、だいぶ古いタイプで95年か96年ぐらいのやつだと思うんですけどね、ちょっとまあ焼き付きかけたようなとこあるんですけども、まあ結局こういうのもね、加工する時の見本にしたりとかしながらね、こうやったりしたんですけど、まあこういう感じの投稿をしておりますということで、ちょっとぐるーって回してみて、上から見るとこんな感じで、うまくいってるかな。で、RS125 の場合は排気バルブがありませんのでね、このまままっすぐです。映るかな。で、裏側からもちょっと撮ってみて、こんな感じですね。まあこれは全く何にも、後から加工された痕跡もないシリンダーになりますね。こんな感じですね。で、次、RS200 って言いましたね。まあ、これが一番、最終形態というのでしょうかね。まあ、市販レーサーの最終形態だと思うんですね。ねえ、ポートがすごく大きいのが、わかるかな。まあ、全体的にはいいんですけど、でこれもね、なんか異物をかましたみたいで、まあ潰れてて使えないんですけどね。でまあこういうのがね、安く売ってたんで、日本用に買ったものですね。こんな感じで売ってます。でこれは排気バルブがつくんですけど、まあ、排気バルブは取られててないんですけどね。
で、裏を。で、まあこれもね、後から追加工をしたりとかっていうのはないものなんで、裏反対側からこんな感じですよね。ちょっと、じゃあ次は NSR250 のノーマルいってみましょうかね。こんな感じ。まあさっきの2つと比べるとね、ポートがすごくちっちゃいんですよね。やっぱり街乗り用ですからね、あんまりでかくてもね、まあいいことばかりではないっていうことですね。ね、こういう感じ。まあこれもね、SP レースに使ってたシリンダーみたいで、結構こうデトネーションで傷んでます。まあ一応、当たりがちょっときついところはありますけど、まあ焼き付いてはないです。あんまり状態のいいシリンダーではないですけどね。で、まあ、排気バルブも残ってるんで、こんな感じですけどね。で、裏側は。まあ、これもね、特になんか触った痕跡もないんですけど、こんな感じですね。で、じゃあ、次で、RK シリンダーの、触る前というか、これもね、ちょっと排気ポートがちょっとね、追加工しちゃってるんですけどね、それ以外はまだ触ってないです。まあ、当初ね、これ動画撮るっていうつもりなかったんでね、何も考えずにやっちゃったんですよね。で、これに関しては、メッキが剥がしてある状態なんで、除メッキした状態なんで、ちょっと色合いが違います。まあ、こんな感じでございます。で、このシリンダーに関しては、自分が手に入れた時からスカートのところちょっとね、削ってるような痕跡、スカートというか立ち上がりのところですかね。まあ、削ってるような痕跡があるんですけど、まあこういう感じのもので、でこれはこれからポート全体をね触っていく予定です。というかやらなきゃいけません。一本だけで終わらしちゃいけないんでね。で、今回の僕的なメインディッシュは、頑張って加工しましたシリンダーです。こんな状態で、まあ、削っていうのが分かるかどうか、ちょっとこれでは微妙ですけど、まあ、違う色に光ってるところとか、そういうのは、加工した後やと思いますので、多分そういう風に映ってるんじゃないかなと思います。こんな感じ。で、これもね、裏側なんか、ちょっと、いじった跡がありますけど、ここのとこさっきも言いましたけど、ちゃんと言えてなかったんですけど、この部分とかはね、もう自分は今回まだ触ってないんでね、これ後からでもできるんでね、とりあえずこのポートの中を頑張って仕上げるというか、削って、形にしてみました。で、まあこれがいいのかどうかはまだ分かりません。これで、まあ、再メッキしてもらって、ね、実際にね、エンジン組んでから出ないとね、わかんないですね。で、まあ、良くなると信じてやってるんですけど、まあ、一応こんな感じのものでございます。で、まあね、まあ、これを見て自分にもやってみようっていう人はそういないとは思うんですけど、まあ、結構大変でしたね。ね、ちょっとここね、ずーっとなんか色違うんですけど、これね、道具をこう中に入れて削ってる時に擦れちゃってね、色変わっちゃってるんですけど、まあ、擦れた後だけなんで多分大丈夫だと思うんですけどね。まあ、なかなか、難しいですね。まあ、ほんと、手もパンパンに張るしね、なかなか大変です。仕事でね、ポート加工とかやっておられる方、すごいな、思いますね、これ。
これはやっぱり何個もやるんですからね、なかなか、まあ使ってる道具もねしっかりしたものを使ってるでしょうから自分とはちょっと違うとは思うんですけど、まあこんな感じで、でまあ前にも言ってるんですけど、単軌道のバイクならこれで完成でいいんですけど、まあもう一個作らないとね、 NSR250 の場合は走ることはできませんから、でまあ完全に同じものっていうのは難しいんですけどね、まあ大体同じになるようにこうちゃんと作らないとダメですね。1個だけで終わっていいんでしたらね、まだ気は楽なんですけど、まあこっちもね同じように仕様にしていかないといけないので、まあそのあたりがやっぱり難しいし大変なところだと思います。まあこんな感じで紹介だけですけども、今回は終わりたいと思いますね。まあもしかしたらこう編集して見せる順番とか変えるかもしれませんけども、まあ、もしかしたらしなくてもそのままいきそうな気もしますね。まあこの後ですね、もう一個のこっちがまだ加工してない方のシリンダーね、こっちも頑張ってやっていきたいと思います、ね。まあ今度はね中がこう傷っていうか当たりがつかないようにちょっとテープでも貼っとこうかな。まあいろいろとねちょっと自分も試しながらやってる状態ですので、またそうですね、こういう動画も上げていこうかなと思いますんで、よろしくお願いしますね。それでは皆さんさようなら。